どうもプロのダクことアクニャンです。どうもみなよってことジーヤです。はい、ハイハイを見に TTC に来てます。おそらく2年ぶりぐらいのみじきくんなんですけど、気合入りすぎて、見てこの格好、オリンピック公式サポーターみたいになってんの。受け気合入りすぎて。まあでもおじじは入れないので、そう、それでは行きたいと思います。はい、エビバディゴー。本日はサマーパラダイス2022ご来場いただき本当にありがとうございます。ニャンチ。はい、ということで見てきました。はーい。何？え？何それ？何？何それ？なんか配られた。これ見えるちゃんと。すごくない？これ自分でマスクにつけられるんだよ。すごいね。すごくない？これ完全武装だね。ちゃんとクレジットされてんの、やっぱ何だかって。あー、すいません、ほんとこれがやりたかったわけです。すいません。はい、はい、すいません。はい、ニャンチ。なんかさ、やっぱ大人になったわ。当たり前かもしんないけど、もう一個のグループになってるよね、やっぱ確立されたね。みじきがリーダーになって初のライブだったわけじゃん。どうだった？リーダーだから何ってことは特になくて、最後のやつもユーピーが締めたりするから、大きな変更ってのは特にないかなと思ったんだけど、HiHiJets って紹介ラップがのメンバーの、それとかが今回リニューアルしますって言われて、全部変えますって、今までのラップじゃないラップにしますって言われてて、作る前からリーダー井上みずきって言われてて、本人もリーダー井上みずきですって言うし、リーダーかぐらいの、まだそんな感じ。あんまそんな感じない感じ。ライブ上ではまだそんな感じ。ライブのドラマやってたじゃん。はいはい、見てたねー。あれ主題歌をハイハイジェッツがやって、うんうん、それのお披露目があったから、初めてまあ踊ってる姿を生で見たんだけど、うんうん、どうだった？やっぱり、ね、波の動きをこうやってやるの、振り付けで。あー、ダイブだよね。これさ、指先綺麗なのが強調されてみたわけよ。あー、わかる。短きって結構フリーダンスの時からも結構こうやってやるのね。さあ、みたいな。それが見れて、個人的には良かったなとか、これどんどん言っときますね、良かったところを。言っちゃって言っちゃって。ここからネタバレを含むので、まだ公演見てない方は、うん、公演見た後に見るなり、自分で防衛していただけると助かります。はい、お願いします。はい、衣装でいうと今回、上着が長い系で、私それ一番好きな衣装、もう絶対自分がプロデューサーならもう絶対上着が長い衣装で決めてて、アイドル着てるやつあるよね、こうちょっとキラキラさせたい。分かる。ハイハイってターンとかがやっぱ多いんだよ、普通のグループよりも。ローラースケート履いてるから、その時にこうサッて綺麗だね、回った時ね。でかつみじきがね、チョーカー、分かる？チョーカー分かる、こうやつ。そう、首が締まりそうなやつでしょ。そう、超最高だった。わしもチョーカーちょっと燃える。いや、いいよね。わかる、わかる。でさ、途中の衣装でもさ、黄色衣装があるんだけど、みじきやっぱ上シルエットダボットで足が細いとかだから、もう足のめっちゃ、好きな感じだよね。好きな作画なのよ、それが。最後ベレー帽かぶったりとかしてて、もう全体的にもう完璧だ。浴衣もあるんだけど、ああ、いろんなバレーション。浴衣の時も浴衣着た後に笑いすぎて、みじきが、こうやって浴衣の状態でしゃがむの。それがもう可愛くて、可愛い。もうなんか衣装が今回、とにかくもうわしのドストライクとかだった。佐久間くんのソロも、ユーピーのソロも、衣装がもうとにかく可愛くて、で、これみじきにも着てほしいと思うようなぐらいの衣装。大成功だったね、衣装的に。かつ、キンプリの歌を歌ったんですよ、みじきが。へぇー。それが、通称、ルマンドって言われてる衣装で、お菓子のルマンド分かる、紫。分かる分かる分かる。ジーヤの時代のお菓子だよ、悪いけど、ルマンド。そうだね。ほんと、全然もう生まれる前からだよ。それを、みじきが着た。ルマンドめっちゃ似合ってるってなって。あ、ルマンドだねニャンチ。で、恥ずかしながら今回ね、ハイハイジェッツの良さで初めて気づいたところが入っちゃいまして、何よ。ローラースケートでただビュンビュンこう移動するだけじゃなくて、ローラースケートでステップとかも踏むのね。難しいね。ガッ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 みたいな。で、今回、ステージがあるんだけど、中央だけは移動しちゃったのね。上に行ったり。そうすると、ここの板がちょっと弱いというか、薄くなるわけよ、板が。だから、なんか音が響きやすくて、足音とかステップの。で、そうするとなんかローラーのみんなの足音が、すごい3階席でも聞こえてきたのよ。で、そうするとね、このね、タップダンスっぽい良さもあんのよ、ローラーって。あ、わかる。マイケル・ジャクソンのスリラーとか、はいはいはい。ガトーイチみたいな感じで、足音がめっちゃ聞こえてきたのよ。それがめっちゃいい。わかる。なんかすごい想像できる。なんか、ガッ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 みたいな。で、みんなやっぱさ、ステップがさ、揃ってるから、音がすごい大きくて、こういう楽しみもあるな、みたいな。ジャニーズジュニアのあるあるなんですけど、MC が長いことを面白いとするみたいな文化があって、そうなんだ。やっぱみんなね、喋りたいんだよね、きっといろいろ日々あったことを。トークが15分ってもう決まってるわけよ、セトリがちゃんと。その中で17分くらい経った時に、やばい、17分経ってんだけど、みたいな感じで普通にみんな言い出してる方は、その本人たちが。で、インカムで入ってくるんです、スタッフさんから。あー、そろそろちょっと。そうそうそう。押してるんだよ。でも、やばいやばいって言って、そっから多分5分くらいやってんだよ、また。投げんな、大丈夫？そう。で、マスキングテープを今回出したの、グッズで。で、それをなんか、猪狩君がなんかマイクにつけるみたいな。でもその、テープを使い切ったままだと、ほら、エコじゃないとか言われるから、気にして、いや、これ貼るから大丈夫ですよ、みたいな感じで言ったら、インカムで電波があるから、妨害させちゃう。あんま貼らないで、みたいなこと言われたの、多分、猪狩君が。
で、そしたら普通にインカムってさ、お客さんに聞こえないじゃん。うん。だけど、インカムで言われたことを全部口で言うんだよ。大丈夫なんそれ。え、大丈夫っすよね、みたいな。漏洩。電波の一番下はやばいけど、うん、手に持つところだったから。あ、関係ないよって。関係ないっすよね、みたいな感じで。うん、そしたらなんかそのインカムで、あー、大丈夫ですって言われてました。それとか全部言うのよ、わざわざ。おしゃ。それなんかインカムゲーみたいになってて。いかにくいいね。本当にそれで多分20分ぐらいしたのかな。うん、で、最後、ゆうぴが、もう俺らほんとこういうとこダメだからって、ガチめに言ってて、なんか、それとかもう、真面目だからな。そう、ファンからしたら、もうおもろくてしょうがないとか、わちゃわちゃしてんな、みたいな。変な話、出始めるジュニアだったら、そんな、インカムで言われたことに従うに決まってるし、ここに、ダメって言われたら、全然やらないのよ。でも、いかにこれやるっていうのとかも、全部含めて、やんちだもんね。ハイハイの成長を感じたというか、おもろいな、みたいな気持ちになった。にゃんちやっぱ、猪狩くんのね、才能がね、溢れちゃってたね、今回も。猪狩くんって毎年やっぱぶっこんできてて、なんか初めてラップだけの曲を披露した時とか、私も超しびれたりとかしてたけど、だから今回、猪狩くんが、グランドピアノをやるんですよ。ピアノ弾けんだ。多分練習したんじゃない?やっぱあの人天才だなと思ったのが、天才だと思う。あのね、ピアノを急に弾いたら、ピアノの難易度ってわかんないんで、正直。もうそれができちゃってる子に見えちゃうから。猪狩くんは最初、左手だけすんの、ピアノ。で、同じ節を3回連続やるのよ。それが有名な曲で、だけど、今さ、調べてたらさ、なんかオタクがさ、うん、あの弾き方はヤマハだねって冷静に分析してた。どういうこと?ヤマハだね。久石譲だって。てれれれてんてでん。てれれれてんてでん。てんてんみたいなやつ。あ、聞いたことある。ほんとだ、左手だけで弾いてる。これが、てれってってってれってってってれってってってれってれれれてんてれんじゃん。わかる?てれれれてんてれんなんだけど、この最初の、てれってってってれってってを3回やんの。だから私は、あ、ここまでしか弾けないのかなと思うわけよ。それでも頑張ったなって感じ。で、そう、期待値コントロールされるわけ、そこで。で、あ、左手だけ覚えたんだなとか。で、右手入る頃には多分曲が被さってくるのかなとか。はいはいはい。なんかうまくごまかすのかなとか。え、わかんない。演出かもしれないけど、ちょっとたどたどしく弾くのよ、それ。わかる。てるって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 これだけを練習したのかなと思ったら、右手が急に生えて、タラララタンタラーって始まんの。できてることもすごいし、見せ方もすごいし、やっぱこの人天才なんだなってめっちゃ思った。わしも初めてさ、猪狩くんのラップ聞いた時にさ、自分で作ってんでしょ。あ、そうそう。もうほんと天才だと思ったもん。でもこの子ってもう何でもできちゃう子なんだろうなと思ったよ。猪狩くんのファンって、猪狩くんの顔が好きな子ももちろんいるんだけど、猪狩くんの天才が好きな人もいるし、その、天才って結局努力してるから、努力が好きな子もいて、なんか猪狩くんって結構ね、多角形なんだよね。わしもね、ハイハイジッツの中で最初は、佐久間くんだったの。でその後誰だっけ、高橋なんだっけ、にゃんち猪狩くんの担当からって緑なのね、うん、その緑の子ってやっぱちょっとどうしても柔らかい子が多いというか、うんうん、癒しっぽい色だし、森っぽい色だから、うんうん、オアシスな感じがあるんだけど、うんうん、海外だと緑ってやっぱ悪魔の色とか、あ、そう、目とかもね、緑だ、そうそう、エイリアンものとか見れば分かると思う、血が緑だったりとかねしたりとか、うん、あとハリーポッターが一番分かりやすくって、やっぱスリザリンっていうグループがそう緑なんだけど、影じゃないけど、いいな感じ。猪狩くんってそっちも出せんのよ。すごいね。ダークファンタジーの方も出せるから。うん、すごい。わし、猪狩くんちょっと好き。にゃんち。ハイハイジェッツは、井上瑞稀くんがいるから応援するっていう側面はもちろん強いんだけど、うん、井上瑞稀くんがいるグループの中に猪狩くんがいることはめちゃくちゃ嬉しいっていうか、うん、すごいやっぱまとえたこと言うし、素敵だなって思っていつも見てるの。にゃんち。さくちゃん。さくちゃんね。ねえ、さくちゃん僕個人的に好きなんで、ちょっとお話ししたいなと思うんですけど、やっぱね、さくちゃんにしかできない目つきがあるというか、あの目を持ってる人はね、なかなかいなくて、アイドル業界の中でも。なんかすごい眼光が鋭くて、結構なんか足を振る系の振り付けだと結構ね、たけたけしいんですよ。なんかね、ガッガッガッって感じで足を蹴り上げて、ワイルド的な。あと演出でね、あの上から布が垂れ下がってて、その布を使った演出が多くて、私めっちゃ布フェチなの。布に隠れたりとか、初めて聞いた。なんか、布がねじれてるところにいたりとか、あの、布の後ろにいたりとか、あと、私、しぶちゃんが好きだったのも、しぶちゃんが公園の中で、やっぱこう、先輩とかが隠すために布を持ってるわけ。で、先輩がバーンって登場するじゃん。その布をね、シーッって巻き取って、パッて履けるのよ。しぶちゃんが。で、それで、もう、布としぶちゃんのこのコラボを見て、みたいな感じで、もういるのよ、多分布ヘチっていうのが。いるの?いる人手挙げてください。だってさ、オリンピックのリボンもちょっと近いのよ。あー、あ、これやつ。そうそう、あれもやっぱ綺麗じゃん。綺麗、わしも好き、新体操ね。そう、あれを綺麗に見せるためにはターンが必要だったりとかさ、やっぱ技術的なものが必要なわけで、布も超重要で、で今回はもうさくちゃんと布が見れたから、わしはもういいの。にゃんち。
で最後まあ公演のラストってまあメッセージを言うわけですけども、うん、ここでもねやっぱハイハイさん素晴らしいなと思ったのが、いろんなアイドルによっては結構音ハメっていうものがあって、音ハメ曲の間奏中に一人ずつ言ってくみたいな、もう一人10秒ずつ一言ずつ言ってって、うんうん、最後の人が言い終わった瞬間にちょうど音量が上がってサビに行くとか、はい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 、結構その音ハメになっちゃってて難しいね、ちょっとね。私これめちゃくちゃ推しが音ハメ失敗したのも見たことあるんだけど、難しいと思う。お前でお前で、うん、お前でって言った後に、うん、その子の出番終わったことあったけどあるよね、ちょっと長く喋られちゃったらね。そうそう、で音ハメだともちろん言うことを事前に決めてくるから一番言いたいことを言えるのはあると思うんだけど、今回 HiHiJets が音ハメをしなかったの、多分おそらくつなぎ目が上手すぎて音ハメだったのか分かんないんだけど、あの、一人ほんと3分ぐらい喋ったのかな。長いね。そう。だから、もう言いたいことを言うみたいな。で、ミジキとかもすいません、個人的な話なんですけど、みたいな感じで、グループのことだけじゃなくて、個人のことも話したりとか、で、その時、サクちゃんが最近、あの、親戚に子供が生まれましたっていうので、なんか、おめでとうみたいな感じになって、子供が大きくなった時に、自分がテレビに出てるというか、自分も大きくなってて、応援してもらえるグループになりたいとか、結構なんかみんな深いことを言ってくるわけですよ。なんか大人数のグループになるとこれって結構難しくて、例えば7人グループとか10人グループだったら1人3分喋ったらそれだけ30分だよとか言われんのよ。うん、1人1分も喋れないみたいなことが結構多いあるよ。でもハイハイはちゃんと言いたいことが言い終わるまで次の人にバトンパスしないっていうやり方をしてて、痩せらないでちゃんと言いたいこと言えるからいいよね。そうそうそう、結構僕は好きな演出だったなと。ということで今年の夏はサマパラ行けてよかったなと思った方、高評価ぜひコメントも全部読んでるので書き込んでみてください。はい、お願いします。それでは皆さんも推しとお幸せに。